アメリスタージェットチャーター9363便、離陸失敗事故は、2017年3月8日に、アメリカ合衆国のデトロイトで発生した、航空事故である。ウィローライ空港発ワシントンダレス、国際空港行きだったアメリスタージェットチャーター9363便が、離陸時に滑走路をオーバーランした。乗員乗客116人中1人が負傷した。 2016年3月に撮影された、自己機自己機のマクドネルダグラス MD-83 は1992年に製造された。同年4月にアビアンカ航空に納入され、2010年12月にアメリスタージェットチャーターが購入した。搭載されたエンジンは、プラットホイット2社製の JT8D-219 ジェットエンジンで、補助動力装置は、 ハネウェル社製の GTCP281276 から1を装備していた。総飛行時間は4万1008時間で3万9472サイクルを経験していた。この便では機長の飛行訓練を兼ねていたため、副操縦士ではなくチェックパイロットが乗務していた。機長は54歳のアメリカ人男性で、 MD-83 の他にボーイング747、マクドネルダグラス DC-9、サーブ340での飛行資格があった。2016年1月から同社に雇われており、総飛行時間は15,518時間だった。DC-9 シリーズでは8,495時間の経験があり、うち4,752時間が基調としての乗務だった。 チェックパイロットは41歳のアメリカ人男性で、MD-83 の他にボーイング737、マクドネルダグラス DC-9、脱走ファルコン、リアジェットでの飛行資格があった。2004年3月に同社に雇われ、総飛行時間は9660時間だった。DC-9 シリーズでは7240時間の経験があり、 2462時間が機長としての乗務だった。9363便はミシガン大学によってチャーターされた便だった。乗客はミシガン大学のバスケットボールチームやチアリーダー、バンドメンバーとその家族だった。え12時36分ごろ、パイロットは飛行の準備を開始した。飛行前点検で機長は機体の周りを歩き異常がないか確認した。 この区間の飛行では、機長が操縦を行い、チェックパイロットが、計器の監視などを担当することとなっていた。飛行前のブリーフィングで、機長は強烈な突風を考慮して、V 速度を通常よりも5ノット速くすることを、決定した。その結果それぞれ、V1 が139ノット、VR が142ノット、V2 が150ノットと設定された。また、コックピット。 とボイスレコーダーの記録によれば、チェックパイロットは突風を考慮し、部位に達するまで離陸を遅らせるよう機長に指示した。滑走路23リットルへのタキシング中、チェックパイロットは操縦艦を前後に動かし、問題がないか確かめたが、特に異常は見られなかった。14時51分12秒、機長は離陸滑走を開始した。十四時十一分十五秒、チェックパイロットが、 V1 をコールした。約1秒後、機長は操縦管を引き始めた。これにより、左の昇降打は、機種上げ位置に動いたが、右の昇降打は動かなかった。14時52分1秒、9363便は、VR に達した。機長はさらに操縦管を引いたが、右の昇降打はわずかに、機種上げ位置に動いただけで、機体は離陸しなかった。 14時52分4秒、チェックパイロットは V2 をコールした。しかしこの時点でも機体は不要しておらず、機長はどうなってると発言し、3秒後に離陸中止を決断した。この時、機体は V1 を上回る163ノットまで加速しており、離陸中止について、チェックパイロットは V1 を超えてからの中止はダメだと言い。これに対し機長は、 飛ばなかったと返答した。14時52分23秒9363便は、およそ100ノットの速度で滑走路をオーバーランした。機体は滑走路安全区域を通り抜け、空港外周のフェンスに激突し、滑走道端から1150フィート西南西に位置する道路上で停止した。上空から見た、事故現場脱出後に撮影された、事故機、 右前方の脱出スライドが展開していないことが分かる14時52分37秒、チェックパイロットが客室乗務員に脱出を指示した。MD-83 には8箇所の非常口があったが、このうち2箇所が開かず、さらに機体右前方の非常口の脱出スライドが展開されなかったため使用できなかった。また、テールコーンの非常口は完全に開かず、 客室乗務員が非常口を開けた時にはすでに乗客全員は脱出を完了していた。脱出時に乗客一人が軽傷を負った。国家運輸安全委員会が事故調査を担当し、その日のうちに調査が開始された。調査には NTSB のほか連邦航空局、ボーイング、アメリスタージェットチャーターが参加した。機長は調査官に、機種に、 レンガの山が乗っているように重かったと話した。後ろ側から見た事故機、右側の昇降だが下側に固着していることがわかる2017年3月21日、NTSB は予備報告書を公表した。予備報告書では、事故当時の風速は35ノットで50ノットの突風が吹いていた可能性があると述べた。右側の昇降だのクランク調査から、 右側の昇降打のクランクが外側に曲がっており、固着していることが判明した。これにより右の昇降打が機種下げ位置で固着していた。操縦管は通常通り操作でき、昇降打のコントロールタブも動作した。しかし右の昇降打はプッシュロットの損傷により、動作が制限されていた。FDR のデータ、青の実践が速度、 緑の実線が昇降打の動作、紫の実線が左の昇降打の動作、紫の破線が右の昇降打の動作、赤の実線が P 近くを示している。フライトデータレコーダーの記録によれば、離陸速度の152ノットに達した時、パイロットは操縦管を引いた。左の昇降打は通常通り反応していたが、右の昇降打は反応していなかった。 機種上げ動作は5秒ほど行われ、機体は166ノットまで加速したが機種は上がらなかった。事故機の昇降だと、各部分の詳細 MD-83 の昇降だには飛行中のフラッター現象、及び地上で突風に遭遇した際に、急激な動作が起こるのを防止するためのダンパーが装備されていた。また、中期中などに、 風や作業員が触るなどして外力が加わると、昇降打は制限範囲内で自由に動くよう設計されていた。昇降打にはガストロックは装備されておらず、左右の昇降打は独立して動作することができた。NTSB は、事故機が最大78マイル毎時の強風にさらされていた可能性を指摘した。また、機体が風向と同一方向に駐機されていない場合、 すべての操縦装置を目視点検し、手で動かす必要があると述べた。アメリスタージェットチャーターのの運用マニュアルによれば、60ノットを超える突風が予想される、状況下で MD-83 を中期する場合には、風光と機体の方向を一致させるように、中期することとなっていた。しかし、当日の予報では、突風は最大48ノットで、 この中期手順は使用されていなかった。事故当日、ミシガン州では、激しい突風が吹いており、複数の停電被害も発生していた。また、10時から19時まで、ウィローラン空港の位置するウォッシュと脳群では、強風警報が発令されていたおり60マイル毎時以上の風も記録されていた。ウィローラン空港で記録された最大の突風は68マイル毎時の、 もので、事故の3時間前に観測されていた。パイロットたちは強風について認識してはいたが、8マイル離れたデトロイトメトロ空港も通常通り運行を行っていたこともあり、特に心配はしていなかった。尾翼付近の風の流れを示した CG 画像、U が垂直方向の風の強さ、W が水平方向の風の強さを示している。 NTSB は事故当日の気象データをもとに風の程度や突風の周期をシミュレーションし事故機がどのような影響を受けたか調査した。シミュレーションから事故機が58ノット以上の突風にさらされていたことが判明した。さらに NTSB は尾翼付近の風の流れに注目した。尾翼付近では上方向の風が1秒ほど吹いた後、 した方向の風が吹くことが分かった。NTSB はこのシミュレーション結果を参考に、風によって昇降打がどのような動きをするのか実験を行った。この実験はカリフォルニア州のボーイングの実験施設で行われ、地上に固定した実機の昇降打が用いられた。昇降打には25ノットから75ノット様々な風速の風が当てられた。 実験の結果、60ノット程度のトップが昇降打に当たった場合、昇降打のタブリンケージが中心からずれた位置に動いた。この状態で操縦管を引くと、クランクに力が加わり、外側に曲がった。2018年4月11日、NTSB は事故に関する資料の公開を行った。資料は800ページを超えるもので、聞き取り調査。 CVR の記録などの情報が含まれていた。同年12月13日、NTSB は翌年1月15日に理事会を開き、事故原因の決定を行うと発表した。2019年2月14日、NTSB は最終報告書を発表した。報告書では、中期中に局所的な突風にさらされたことで、右側の証拠だが、 機種下げ位置で固着したことが推定原因とされた。また、建物などの影響により、水平方向の風速が許容範囲内であっても、昇降打を固着させるのに十分な強さの乱気流が尾翼付近で発生したことと、離陸前のチェックで昇降打が固着していることに気づく手段がなかったことが事故に寄与したとされた。加えて、NTSB は、 機長の素早い離陸中止の判断や、中止後にチェックパイロットが標準的な手順を遵守した操作を行ったこと、ウィローラン空港の滑走路安全区域が1000フィートほど増設手より長さが十分だったことなどの要因によって大惨事が回避されたとした。この事故を受けて NTSB は以下の6つの安全勧告を出した。上3つはボーイングに対して、 下三つは連邦航空局に対してのものである。バスケットボールチームは翌日にデトロイトメトロ空港から臨時便に搭乗してワシントンへ向かった。パイロットが離陸前に操縦装置の確認を含むチェックリストを完了していたにもかかわらず異常は発見できなかったことなどから NTSB は離陸前にパイロットが昇降補の故障について気づくのは 不可能だったと結論付けた。NTSB 委員長のロバート・エルサムウォルトは、この事故は、ほとんどのパイロットが遭遇することのないシナリオで、機体が滑走路内で停止させられない地点に達した後に、ならなければパイロットは、飛行不能であると気づけなかったと話した。ありがとうございます。